皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。神奈川大学の小坂井です。さて小坂井先生、大学の授業をオンライン中心でやるようになって一番困ったことって何ですか？そうですね、講義型の授業はオンラインでもすぐですねできたんですけれども、グループワークだとかプロジェクト型の授業っていったものはですね、どうやって学生さん同士のコミュニケーションを活発化するかなんていったところをどうデザインしたらいいのかっていったところ悩ましかったですね。確かにそこはありますよね。でも逆にオンラインだからこそできることってのもあるんじゃないですかね。全くその通りなんですよ。実際にはですね、こう対面でできないからといって一つのものも作れないなんて言ったらですね、社会で生き残っていくことできませんので、私自身もそのオンラインの特性といったものをどう生かしていくかといったところは学び中ってところですね。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、森村学園初等部の榎本昇先生です。榎本先生は実践プレゼン2回目のご出演でいらっしゃいますよ。前回はプロさながらの映像を小学生が作るなんていったのを見て衝撃的だったんですけれども、このコロナの影響でどうなっていったのかといったところとかですね、知りたいところですね。はい、じっくりお聞きしたいと思います。それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは森村学園初等部の榎本昇先生。プレゼンタイトルはオンライン ×SDGs プロジェクトです。榎本先生お願いいたします。どうぞ。はい、森村学園初等部の榎本です。今日はオンラインそして SDGs プロジェクトの、関わりについてお話しさせていただきます。まず私がこの10年間実践してきたのは5分間のショートムービーを子どもたちと一緒に作っていくというものでした。この作品の中ではいろいろな子どもたちの気づきや思い、そして希望を感じる映像を作っていこうということで、私たちはずっと作品を作り続けてきました。私がこの参加しているこのキットウィットネスニュース、つまり KWN プログラムなんですけれども、1989年にアメリカで始まったものです。これは映像制作活動による教育支援プログラム、世界で累計18万人以上が体験したグローバルプログラムです。幸いなことに私たちの学校これだけ多くの受賞歴がありますけれども、子どもたちはこの受賞歴以上にいろいろな思い出を持ってこのプログラムを卒業しています。このプログラムの中で養いたい力はこの9つです。今回は前編この2番3番のチームワーク、そしてコミュニケーション能力について、そして後編では社会的意義や意思決定力、そして地域関心理解などについてお話しさせていただきます。まず2020年度の学校なんですけれども、休校から始まりました。その中でさまざまな制限が学校の教育活動に起こりました。まずは一緒に登校ができない、そしてグループ活動ができない、さらには歌唱ができないなどの小学生にとっていろいろな制限がかなり負担となってのしかかってきました。その中で今年は映像制作は難しいというふうに私は思っていたんですけれども、子どもたちの方からやってみたい、挑戦してみたいという声が上がりました。そこで例年ですと、この画面のような流れで制作をしていきます。かなりアナログな部分やいろいろな機材を使って制作は進んでいくんですけれども、今年に限ってはもうグループ活動もできないという状況ですので、思い切って赤で囲んだ部分はすべて iPad などの子どもたちの端末で行う、そしてなるだけこうオンラインで Google ワークスペースを使って進めていくという計画で進めてきました。ただ今までこの培ってきた基本的な部分は変わっていません。子どもたちよく聞かれるんですけれども、同じ力がどうやったら違う活動をしているのに養われていくのかということをよく聞かれるんですが、それはそもそも目指していません。子どもたちがそれぞれに特徴を生かした力、それを私たちは養うようにしています。そんな中で一つのチームとして一つの作品を作るということを意識させています。そのために
チームで情報を共有すること、そして得意なことを生かすこと、そして A さん、B さん、みんな考え方が違います。その多様な考え方にそれぞれが尊敬して寄り添うようにすること、そして一つのピースを組み合わせていって完成させていくこと、それがこの映像制作に込められた私の願いです。さて、オンラインではこのような形で進んできました。まず Google クラスルームでは子どもたちこんな感じで資料を一瞬にして共有していきます。もちろん子どもたちからの情報というのもこのような形で一瞬にして共有できますので、私やそのチームメイトからのコメントがこのようについたりしていくということになります。まあ、さらには小学生よくあることなんですけれども、せっかく配ったお手紙をなくしてしまうということも実はよくありますので、まあ、このようにオンラインに載せておくことでいつでも必要な資料が手に取れるということもできます。さらにこのクラスルームから付随して共有ドライブを活用することによって、子どもたちが自分の地域でそれぞれ活動の中で撮影したデータをドライブで共有していくということも今回可能になりました。まあ、さらにそれが進んでいきますと、この銀座の松屋さんですね、こちらに取材に行った時には私引率していなかったんですけれども、子どもたちの方で取材交渉をして、しかもその撮った内容を共有までかけてくるというのが小学校5年生の女の子がやっています。ここまでもう小学生ができる時代になりました。さらに現地の方から名刺をもらったりして、私とその名刺を渡してくださった店員さんとメールでやり取りするということが後日起こりました。そして偶然なんですけれども、この後に紹介するジャンボードがこの作品制作の大きな鍵を握ることになってきます。これが実際のこのジャンボードの書いている様子なんですけれども、子どもたち自分の思ったことや調べたこと、あるいはこんなテーマでやってみたいよということがこのような形で文字や写真にして起こされてきます。アイデアシートという形になっていますね。この中で私も初めてスマイルフラワープロジェクトというものを知りまして、世の中にあるフラワーロス問題というものを初めて知りました。これが進んできますと、だんだん哲学的な内容になってきます。この中で私が特に惹かれた言葉というのは、この赤線で囲った部分、先のことがわからないと怖くなるから、この当たり前を求めるんだと思う。これはまさに不安に包まれた2020年の大人と同じような気持ちを持っていたんだな、それが小学生の子どもたちも肌で感じていたんだなというのを言葉から感じることができました。そしてこのように言葉にすることで、小学生が今まで漠然と頭の中で抱えていたイメージや思いがはっきりとした伝えたいことへと変化してきたということに、今回私は初めて気がつきました。この変わりゆく世界の中で大きな問題となったこのフラワーロス問題、花の命をテーマにすることを子どもたちは選びました。その花の命に対していろいろなことを思った子どもたちが、その思いを言語化していくことにある効果が生まれてきます。それを後編ではお話ししていきたいなというふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。聖徳学園中学高等学校の品田です。今日は動画に字幕をというタイトルでお話をさせていただきます。コロナ対応もあってですね、先生たちが動画を作るのが当たり前の時代になってきました。私もこの1年ですね、かなりの数の動画をですね作りました。でこういったものを配信してるとですね、生徒の方からこんなリクエストがあります。字幕つけてほしいです、確かに音声聞けるところはいいんですけれども、ちょっと音声聞きづらいなんていうところはですね、やはり字幕あった方が便利ですよね。でじゃあ字幕どうやってつけようかなと、まずは iMovie 使ってみるかと。で iMovie、字幕もつけられるしいろんな効果もつけられるんですけれど、その分ちょっと手間だなと思います。じゃあ、音声の自動認識で字幕つけられるクリップスでいこうかなと、これだったら喋るだけですよね。で、だいぶバージョンアップしてですね、スクエアな画面だけではなくて、4:3とか16:9なんかも選べたので、
これもいけるかなと思うんですが、喋ったのをまた直すのがですね結構面倒です。そこでご紹介したいのはですね、こちらですね、ブリューというですね、サービスアプリになるんですけれども、マルチ OS で、どうやら使えるようです。で、これどんな風になっているのかっていうと、最初登録とかあるんですけれども、それが終わるとですね、ライブラリーから動画を選択するようになってます。で、動画を選択して、使っている言語を選択します。そうすると、しばらく音声分析ですね、かかります。でもこれもそんなに待たないですね。マシンにはよると思いますけれども、かなり早かったと思います。で、これが音声分析終わったところなんですけれども、例えば一番上のところ、無音の部分ですね。こういうのがあるとですね、ここを自分でカットすることも簡単にできるようになっています。で、ここ直したいなというところですね、こんな風に、選択してあげて、はい、こんな形で。例えば、提出してもらうっていうふうに言ってるんですけれども、提出してもらうってなってるところを提出っていうふうに打ってあげればもうこれで OK です。はい。で、完成したらですね、エクスポート、書き出しになります。これもですね、フレームレート選べたりとか、かなり細かく設定ができるんですね。で、完成したのはこちらです。はい、それはですね、こんな形でですね、結構綺麗に字幕出ますよね。いかがでしょうか。すごく便利そうです。はい。ただ、なんか今日はちょっと品田、説明が手抜きじゃないと思われるかもしれません。なんでかっていうとですね、今回作るにあたっていろいろ調べてみたら、この収録2日前にですね、安藤先生がご自分のチャンネルでですね、ブリュー紹介してました。こちらでかなり詳細な説明されてますので、ぜひこちらをご覧いただくといいのかなと思います。YouTube ってですね、便利ですよね。まずは YouTube で探してみるといいのかもしれません。ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。はい、ということで森村学園初等部の榎本昇先生のプレゼンお聞きしたくすぐのいかがでしたか。はい、オンラインでもあそこまでできるんだなと思ってびっくりしました。私ども大学の方でもですね、活用できるヒントが満載だったので早速試してみたいなと思いました。今日のお話の中でもアイディアシート、ジャンボードを使ってオンラインでこうブレストしているって、これすごく参考になりましたね。はい、思いの言語化っていうキーワードが印象的だったんですけれども、ああいった情報を共有するっていったのは主体的で対話的で深い学びにつながるんだなっていったところがですね、こう目の当たりにできたことが収穫だなっていうふうに思いましたね。それこそ大学生とか社会人であっても使えるようなツールのような気がしましたよね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.